質問が来ておりますす大丈夫です <laughs> 答えはシンプル <laughs>、うん、えー、っとねこれも今回の23年度試験の募集 24?23? あ23だ試験日は23年の3月のところですねそうそう、うん。の募集要項を見ると油エの具アクリル絵のって書いてたのかな書いてありましたね。うん なんでアクリルガッシュも使用だとアクリル絵の具の範疇に入るんで「可です。ただしただしですけどこれは毎年の募集要項を確認してください。じゃないとダメです。その年度によって内容に違いがあったりするので必ずその年の募集要項に書かれている必要な用具みたいなのを ちゃんと確認しないとあれ使えないのみたいなこともありえるんで、うん、昔の試験でめちゃくちゃ限定された時とかあったからね限定、えー、うんえ,ー、えでもえー、なんだっけなんか鉛筆が俳 <laughs> 句、うん、の「東京芸術大学」って書いてある鉛筆それで書けんか3本ぐらいで書 <laughs> けみたいなねそうそうそう、うんえー、あったね あいまだに多分予備校のどっかにあると思う東京芸術大学って入ってる鉛筆ですかあるあるそれ欲しいっすねちょっと欲しいのあげようかえ欲しいっすねせ芸大の生協とか言ってるのかないやいやいや今はないあのの非売品その時わざわざ作ったんですかねそう芸大が作ってで毎年その芯の塗装が変わるんですよええに何年用のとかうそ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 う だからその時その画材がいろいろなこう自由な画材になりすぎちゃってそれを規制するために国技館で試験してる時は国技館で試験してたの油絵かマス席とかでですねそうそう変だよね知らないの昔だって何40倍とか50倍とかあれ何倍 五十ぐらいです、ね。で一時試験と二次試験で。人数減りますよね。減、うん、る減る。でもで、ね。一時試験が国技。あ、なるほど。<laughs> そう、一時試験が国技館で。で、これ、それも、びっくりするのが。その。六十人って、どんくらいかなっていうのを見ると。その。その、もう、何。 国技館が埋まってるわけよ人でバーって埋まってて <laughs> で,、うん、で60数えてみたら末席がなんか2列ぐらいで60に終わっちゃうんだよね、うん、それが,そ,がそれが埋まってるわけよ、うん、おいマジかみたいなそう,、ね、そういう感じだから、うん、もうほんとね昔はほんともう落ちる人めちゃくちゃいたんだよねだって酒井さんもそれなりの倍率あったんですよね、うん 僕はそうですねデザイン科ですけど50倍超えてますね。人だって 50?55 人ぐらい浮かんの今45ですけど当時は50人。先端に5人持ってったんで先端ができる時にそれぞれ5人ずつ抜いたの。 じゃ、湯川も三十とかだった。いやユガは60、湯川六十、六十で、今は五十五でしょそう,そう、うん。だから、まあ、油も、デザインも五人減ったんですけど、えー。まあ、でも、それは受験生が減ってきたのに、合わせてっていうのも、うん、の先端も理由かもしれないけど、うん。うん まあちゃんと受験生が減ってきたのとタイミング合わせてるので倍率的にはやっぱりすごく受験生が多かったときにまあ5人ぐらいやっぱ多くないとそれでも50倍だったんだからだから50人が定員で、うん、アトリエがだって、うんうん、アトリエ1個です何15人ぐらい入るの試験中 1>, ?1 個の接校を一次試験は15人で書いてある。 だってそれが数個分でもう定員に達するわけでしょじゃああの我々が受験生の時に絵画と彫刻と問題っていうのがあったんですけど絵画との方がきやすいじゃねえかと受験番号がケッツの方になってしまった受験生が彫刻とで書くなんて光が変だろうみたいな問題があるんですけどそれってもうその時代から見たらちょっと差末な問題いや俺あの彫刻との光が好きでわざと彫刻とになろうとして いますよね、そうそうそう、うん、あそこの光ってこういい、ね、天井からズバババーンみたいな感じでててドラマチックな感じがして、うん、すげえいいなってあとなんか動物の鳴き声が聞こえたりとかあなんだろうね猿っていう説がありますけど何でしたっけね、うん

いろいろ変わるかもしれないけどとりあえず大丈夫ですよっていうことでちなみにこの,あの小野さん優雅じゃないですか、うん、アクリル絵の具のみで描いて提出するっていう不利になったりするんでいやーそんなことないんじゃないかなその人のその人に合ってるかどうかで、うん、どっちが有利とか不利とかはないと思いますけどね、うん、どまあ,あのその素材の質をうまく利用してその絵がさらにいいものになっているんであれば いいと思いますし、それをか使うことで絵にとってマイナスであれば当然マイナスの要素になるっていうことだと思うんで、その素材云々っていうよりもすべては多分結果次第だと思うんで、作品というそうそうそう、<ー>その仕上がりだけで書いて、うん、あのゲイダーブラウかってる人はまあまあいるってことですね。いますいます。えー、じゃあ安心ですね。じゃあ,あらゆる意味で可能ということですね、うんうんうん。可能です。可能あだかこの可能があのねその募集要項を確認して。 現在,現在可能補書要項もだしまあ実際試験場に行ってね、うん、そこでいろんな最終、ね、説明みたいなのもあると思うので、うん、まそれが最終決定だからそういうのでちょびっとまた揺さぶられる可能性もあるんですよね。もうあの試験監督は、えー、と大学院生とか大学生の場合があるんであの説明をちゃんと聞いて,聞,いて聞きましょうね。うん なんかそこで例えば去年とは違う縛りが入ったりとかその年だけの縛りとか結構いっぱいあるのでなんか聞いてたのと違うみたいなことはありえると思ってないと動揺しちゃいますんかこう審議になって教授がぞろぞろっと入ってきてそれだめだからみたいなことを言われるパターンもなきにしこのケースどうしますみたいな感じとかね特殊なことやると。 なんで気をつけてくださいはい、はい、そんなところでしょうかはい今日は以上になりますそれではまた次回ですそんじゃねさよなら